いや、剣振るな。あ、エモートが追加されてる。ほぼ課金だけど。お、でもこのウッドパンチってやつは無料だ。何があった？難易度がピースフルモードだったから。あ、難易度変えるために切断したのね。おお、やってるやってる。何勝手に家の中覗いてんだよ。見守ってた。基地を、上、上？上にいれば勝ちなのだよ。ちょ、あれどうやって倒すの？あ、滑った。今だやれー。下落ちたぞ。くそ、今に見てろ。あ、クリーパー来てる。爆破させずに倒してねー。今度は革装備できたぞ。あー、落ちたー。え、どこで落ちたの？露天堀のところ。こりゃ落ちたら死ぬだろうね。っていうかここ初期リスやんけ。なんか難易度戻したら急にモンスター湧いてくるようになった。支援しに来たぞい。おう、それは助かるぜ。うおー、ガストかかってこやー。あ、やべ、死ぬかも。実はもうすでに数回死んでいるなんてとても言えない。実は本日、新メンバーなる者がいるのですが、その人が今氷山にいるので、ネザー経由で向かおうとしています。その新メンバーが今死にました。貴様も死ぬかよい。な、フルキン装備ピグリン、おらー、取れたての人参パンチじゃーい。君に興味を持ってから出直してこい。金装備作りますか？うん、あそこにいるのは？あ、どうもー。このスティーブが、例のあれです。説明しよう。例のあれとは、例のあれである。初めて、金装備をサバイバルでクラフトしたかも。ちなみに、この、新メンバーの千早くんは、猫丸のリア友でした。っていうか千早くんどこ？おーい、ここだよー。おーい。お、いたいた。はい、これ金の頭。あ、どうも。これでピグリンも認めてくれるでしょう。で、ナウは今どこで何をしている？今氷山のところにいる。迎え行こうか？あ、お願いします。なんかできてる。砦を作る予定だから、今整地してる。あ、そうそう、来てもらっといて悪いけど、拠点に戻って、デスト苗木持ってきてくれる？あ、了解。鉄、は持ってたわ。あとは苗木。やっぱり湧くね。ところで千夜くん今どこにいる？空中に畑がある場所。わかった、ゴーレムトラップだ。さあ行くぞマイポニー。千夜くん今何してるの？今トラップの近くで家作ってる。あ、見つけた。よし、焼けた。なんかゾンビに覗かれているけど。え、なんでわかるの？あ、俺も肉食いたいな。確かにゾンビに覗かれているけど。後ろ後ろ。え、後ろ？うわ、びっくりしたー。やっほー。うまー。ふう、こいつ仕掛けてくるとは。うまーに乗りながらエモートはできないっと。いや、馬に乗りながらできたら軽く恐怖だろ。よし、苗木と鉄も集まったことだし、うまーに乗ってネザーへゴー。馬と一緒にネザー行って大丈夫？まあ大丈夫でしょ。さあ馬行くぞ。あ、馬ごめん。やっぱり馬にネザーは向いてなかったかな。これとか絶対馬対策でしょ。わ、ガスト。よっしゃかかってこやー。本当に大丈夫か？あ、やばくねやばくね、これ非常にやばくね。うわぁ。
うまー。ほらだから馬に乗ってネザー行くのは危険だろ。あ、これ自分も死ぬかも。今すぐアイテムトーマーの残骸を回収せねば。あ、間違って小麦回収しちゃった。わ、蜂？蜂？間違って蜂殴っちまったー。何してんだよ。トマーの弾を殴った。やってきたのは敵かいな。ちょ、ゲートくぐってまで刺しに来るの？よしよし、アイテムは無事だ。ガストガイ。ほらよ、苗木に木材についでにダイヤツルハシだ。チアくん大丈夫かー？な、チハヤくん。こんな変わり果てちゃって。チビゾンビやっぱ強いなー。あれ、チビゾンビが。うわぁ。てんやわんやしてる間に、拠点できたぞ。拠点にしては頑丈そうな見た目だね。なんか小熊いるけど。ああ、勝手に入ってきた。モンスターや白熊から危害を受けることもないし、あたりを見渡せるから、我ながらよくできたと思う。ところで今日何する？そういえば、今日の進歩は氷山に拠点建てたくらいじゃん。あとは死んでばっかだな。何する？そうだ。でけえよ。ゾンビトラップ遠すぎ問題。ああ、確かに移動に数分かかるな。ということで作業が続きます。猫丸久しぶり。久しぶり。おう、全員揃った。いやー、4人揃ったね。お前ら何してんだよ。バイバイ。うん、なんだ？スケルトンだ。まった、妹の前を邪魔しやがって。よしよし。なにこれ。わあ、なんかとはやがりに来るなー。キャノン、危険を振るだ。僕も支援するぞ。ありがとう。行くぞ、突っ込めー。効果は抜群だ。なんかすごい。さ、作業の続きをするぞ。あ、はい。なんか急に作業再開したので、また作業が続きます。チアくん燃えてるけど大丈夫？やばい、死ぬ。あ、頼まれてた松明どうぞ。あ、どうも。ということで、完成しましたー。僕も乗らせてー。これでゾンビトラップまでの移動を大幅に短縮できる。
動画外では、床に敷き詰める青い氷を回収したり、そのためにネザーを通るので、ネザーの整備をしたりしました。事故った。うわ、これスマホ版だと操作難しい。何一人でコーヒーカップしてんだよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。